パーソルパリーグ TV 公式 YouTube チャンネルが日本のプロスポーツチャンネルでは初となる登録者100万人を達成しました。パーソルパリーグ TV へお祝いのコメントをお願いします。はい、パーソルパリーグ TV、登録者100万人達成おめでとうございます。いつも自分のプレーや、他のチームの選手のプレーなどを見させていただいて、参考にさせてもらってます。すごい僕のプレーもたくさん取り上げていただいてますし、本当に自分のことのように嬉しく思ってます。ちなみにいつ見る時が多いですかね、試合前とか練習前とか。試合後というか、まあ、その遠征先のホテルだったり、まあ、家でもよく見てますね。なんか週刊ナイスプレーの1週間のまとめのトップ20みたいなやつもよく見ますし、一塁駆け抜けスピードのランキングみたいなとか、ホームランの滞空時間のランキングだったり、ああいうのすごい普段自分じゃ分かんないけど、ああやって数字にしてもらうとすごい凄さが格段に伝わるっていうのはすごいなと思って見てます。はい、プレーの研究とか対戦相手のチェックとか、はい、要素としてはどの辺が大きいですか？いや、大きいのはやっぱ楽しさがすごいワクワクというか、はい、ああこれすごいいいプレーだからちょっと真似してみようかなとか、楽しさプラス、まあ、自分のプレーにも取り入れる時もあります。繰り返し見ているお気に入りの動画はありますか？僕がですか？はい、このプレーすごかったなとか。あ、特にこれっていうのはないですけど、ホームランの確信ホームラン集みたいな、ああいうの見ててすごい気持ちいいですし、バッティングにもなんかこう、こういうイメージでいけたらいいなぐらいで、監督からも言われることありますし、僕のちょっと変な動き見て、まああれなんだよみたいな感じでいじっていただくこともありますし。自分の動画公開されているとやっぱ嬉しいですか？そうですね、すごいすごい嬉しいです。ありがとうございます、はい、ちょっと今間がありましたが、はい、野崎選手はパーソルパリーグ TV に言いたいことありますか？はい、言いたいことですか？いやもう本当そうですね、毎度毎度ご贔屓いただいてすごい感謝の気持ちしかないですけどね。でもまあちょっとなんか悪い方に持ってってるなっていう部分も多少たまにですけど感じる時もあるんですけど、まあ、すごい編集で面白いようにやっていただいてるんで、うん、感謝しかないですね本当に。はい、スタッフさんを許していただけるということで。いやもう、まあ、そうですね、でもそんな動きしないでしょっていうふうに思う方が、まあ、視聴者含めたくさんいると思うんですけど、多分皆さんいざあの場にいて、ああいうその場のプレーになった時は僕と同じ動きをするとは思うんですけど、僕と同じ動きをするとは思うんですけど、本当に一生懸命プレーした中でのとっさの動きがああなってしまうんで、まあ、本当に、まあ、見てる方は何ふざけてんだよとかって思う方もいるかもしれないんですけど、至って真面目に一生懸命もう必死にプレーして、それをこううまいことをこう面白く、なんか特集まで組んでくれてるのでありがたいです。はい、でも必死です僕は。はい、ありがとうございます。はい、パーソルパリーグ TV の要望、はい、もっとこういうプレーを取り上げてほしいとか、まあ、ベンチの雰囲気とか
点数が入った時のベンチの、あの盛り上がり方とかっていうのはすごいチームでこういろいろ色があると思うんで、山田だったりすごい喜び爆発させてすごい動きにも大きいものが出てるし、盛り上げ上手というか、そういう人ってチームに何人かいると思うんで、そういうのとっても面白いんじゃないかなっていう、チームの盛り上げ役みたいな感じで。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。視聴者へのメッセージをお願いいたします。はい、この度は100万人登録おめでとうございます。僕は、プレーの研究だったり、息抜きにも、パーソルパリグ TV を、見てますが、視聴者の皆さんも息抜きであったりそういうお気に入りの視聴方法を見つけて、さらに、パーソルパリグ TV を好きになってくれたらすごく僕も嬉しいです。これからもたくさんいいプレーの方で取り上げてもらえるように、その中で、まあ、自分の独特の動き、独特な動きかはわからないですけど、まあ、楽しく、見てもらえるようなプレーをたくさん、見せていけたらと思うので、引き続きパーソルパリグ TV をよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ちなみになんですけど、はい、これは多分使わないと思うんですけど、はい、昨日上がってる、昨日のトスって見ました？あの平のゲッツーのやつですか？あ、そうです。見ました見ました。ここに友崎さん、はいはいはい、これは悪意がありますかね？これは悪意ありありですね。かしこまりました。スタッフさんの、じゃあ、いやでも心ということで、すごいなって思いますよ。だ、僕の嫁さんの兄弟がすごい野球好きなんで、はい、いつも見てるんですよ。嫁の方の家族ラインで、すごいこう毎回毎回盛り上がってるんですよ。あ、それでまとめられてるぞみたいな。はい、はい、あ、ありがとうございます。多分パリグティのスタッフは喜ぶと思うので、はい、伝えさせていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。